収を本当に上げていくためにも、この国の経済強くしていかなきゃいけないですね。そのためには働く人を粗末に扱ってきた政治を変えなければなりません。バブル経済が崩壊した後、この国は人件費はコスト、コストを削って利益を上げろと企業に求めてきました。正社員をリストラしたら法人税の減税、非正規で雇っていいよ、法律変えてその仕組みを次々に作ってきた。この国では実に働く人の4割が非正規雇用という異常な国になってしまいました。